にちは、白黒チャンネル黒猫のチューニーです。フットゲームガールズチャンネルのみそしろです。はい、本日も FFX ビラス公式チャンネルのお時間でございますが、素敵なゲストをお呼びしております。はい、再びすみません、スクエアエニックスいろいろでございます。今日も頑張って質問に答えていきたいと思います。なんか途中からですよね、質問なのか要望なのかわからない感じもありますけれども、はい、全て受け切っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ヒロピーがいるということは、本日もせーの、ヒロピーに聞こうパート8。いや、まあ、今回はね、別のところで失敗して停止感になりますね。そうなんだよ、やばいよ、これも本当に NG 集できちゃいつかも。本当だよ、しよ、だいたい私の NG 集中に NG 集できちゃうね。見たくもない、楽しみだ、見たくもない、年末に。じゃあサクサクいきます。はい、はい、ということで、本日も質問コーナーやっていきたいと思います。はい、まず最初の質問、ペンネーム、ハレさん。うん。毎回楽しいイベントありがとうございます。今回初めて投稿しました。ぜひニコ生で取り上げていただけたら、ますます遊び尽くします。いや、ニコ生じゃなかったけど、ニコ生じゃなかったけどね。取り上げたよ。ますます遊び尽くしてほしい。はい。はい、というわけで、FFBE のオフイベントはやらないのですか？なるほど。開催されるのであれば、ぜひ行きたいです。例えば、探索ダンジョン、隠し宝箱の早いもの勝ちレースなど。めっちゃ得意だ、そういうの。もう、見たせる、やる人じゃん。そう、チューニーさん、ミサシルさん、そしてヒロピーが、ヒロのピーが対決するところを見たいです。よろしくお願いします。ね、何対決します？何対決します？関係ない。関係ないですね。あ、でもオフイベントは、我々もやってみたいと思ってます。内容にすべきかとかは皆さんもいろんな意見欲しいですし、せっかくやるんであればすごくあっと驚く楽しんでいただけるような回にしたいですし、さすがにですね、やっぱりそのスタートしてまだなので、すぐにとかっていうのは難しいかもしれないですけど、時期を見てですね、しっかりと開催してみたいと思ってますので頑張ります。それこそね、なんか前回の質問だったね、グッズとかね、あればね、調理してね。そうですよね。確かに。そうなんですよね。やっぱそういうところでね、グッズ一回出してみて、皆さんのこう、どれが欲しいかみたいなね、反応見た上でだと、よりこう、いいな、いいな、楽しそうですね。ブユーザーさんとね、やっぱ触れ合うのもなかなかね、そうですよね。皆さんあれですかね、どの時期とかがいいんですかね。寒くない時期がいいですね。寒くない時期ね。暑くないもんね。暑くなくて寒くない時期ね。でもよくなんかあるのは、やっぱ夏とかお盆とか、みんなが休みの時期ですよね。ゴールデンウィークとか。じゃあ、まあそのまでにね、対決できるとこも考えておかないといけないし、対決ダンジョンとかなんかね、ちょっと考えておかないといけないですね。いや、楽しい楽しい。でもなんかユーザーの皆さんと対決とかもね、してみたいですね。確かに確かに。すごい人出てきそうですけどね。でもそういう人がやっぱ、そういう人を見てさ、あ、やっぱこんだけやり込めるんだみたいなね、見ていただくのもやっぱね、その醍醐味だと思うから、そういう猛者どもにぜひ出てきていただきたい。そうですね。そういうの見るの楽しいですね。楽しいですよね。はい、ということで、続いての質問参ります。続いての質問はビビタスさんから。はい、いつも楽しませてもらってます。要望が2つほどあります。まず1、幻獣の配置をパーティーごとに変えられるようにしてほしいです。なるほどね。今のシステムでは幻獣の位置は全てのパーティーで共通であるため、パーティー1でいい感じにキャラを配置することができても、他のパーティーではキャラと幻獣との相性を考えると、あまり自由にキャラを配置させることができません。実際私のあるパーティーではビビの前にゴルベーザが配置されており、戦闘時ビビタソのここ最初ビビだったんですけど、次ビビタソで、ビビさんへの愛が溢れて、戦闘時ビビタソの空場が隠れてしまって、わかるー、シャントットちゃんとかいないもん。かといって幻獣の配置を変えると他のパーティーで配置が、個人的には戦闘時のキャラの配置もこだわりたいので、できれば改善してほしいです。これちょっとあれですね、ロングなので1個ずついきましょう。そうですね。はい、確かにそうですよね。このパーティーの時にこのバッツはこの装備が良くて、こっちのパーティーの時はこの好きなバッツはこのアビリティの装備がいいとかってあったりするじゃないですか。それ多分経験値上げたい時とか、あと探索ちゃんと行きたい時とかっていう、強敵挑む時とかってと、あと殺し合いもそうですよね。だからそういった細かい設定をできるようには、もちろんしたいと思ってます。おー、
よりやればやるほどどんどんそういうなんか要望が増えてくると思いますし、うまくスムーズにねどんどん遊べるようにしていきたいので、もちろん考えますので、まあ、難易度がね上がってくるとさらにそういうところが適当だと倒せなくなっちゃったり ね、そう、装備品とかのセットとかアニメティのセットとかっていうのはよりもっとね、あの皆さんそのカスタマイズしていきたいくなってくると思うので、精神爆上げパターンとか、ね、そうですよね、攻撃力爆上げとかガンズリパターンとかありますからね、ありますからね、なるほどね、はい、その幻獣の配置を変えたいみたいなご意見に対しては、うん、今後いろいろね、はい、カスタマイズを増やしていくご予定ではあるということで、はい、よろしいでござるか、はい、よろしいでござる、はい、探索時フィールドに表示されるキャラを変えられるようにしてほしい、わーそれね、レインいなくてもレインだもんね、確かに現在はレイン固定ですが、はい、ラスイルやフィーナーはもちろん歴代の FF キャラやオリキャラで探索できると個人的にはとても嬉しいです、うんうん、特にビビアゴルベイザーで探索確かにゴルベイザーさんでも歩いてたらちょっとドン引くよ、どんな感じで、ね、あーつくなるよね、裏とか歩いてるあーつってこいつやべえみたいな、やばいねバサーバサーバサーみたいになったね、振り返りぶつけちゃいましたけどね痛い、ね、あーそうだなー、はいはい、そうですよね、確かにレインをずっと皆さん操作していただいているので、まあ、レインは主人公なのであの表示してますけど、あのラスウェルとフィーナーはね、あの同じくこうキャラクターで会話するシーンとかに出てくると思うので、まずは検討はしてみたいと思うんですけど、まずはラスウェルとフィーナがあの出るように切り替えられるように、はい、実はあの開発中から実は出てるわけです、ね、あなるほどなるほど、はい、なんででもそれをどう切り替えさせるとか、うん、どう切り替えるように分かりやすく切り替えてもらうとかっていうのが、うん、なかなか難儀でして、難儀ですね、うん、はい、でもそうですね、ビーフキャラとかオリキャラになっちゃうとビジョンですからね、うん、そうなんですよね、だからそっからは、まあ、難しいですよね、彼らが歩くことは特にないんですけど、うんうん、そうですね、冬霊になっちゃいます、冬霊うん、そうラスウェルたちはラスウェルとヒーナーは切り替えたい気持ちもねできるので、ちょっとそこは改めて検討させていただいて、ヒーナちゃんにするな、うん、そしたらやるとすると設定とかからですかね、うん、そうですね、マップで探索キャラクターを誰にセットするかみたいな感じになるのかな、ちょっと検討します、はい、はいはい、ありがとうございます、確かにね、確かにね、今レインさん固定ですからね、はい、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、では本日3つ目の質問です、うん、ペンネームユーラパイセンの前髪さん、ユーラパイセンの前髪さん、なるほど、はい、はい、こんにちは、いつも楽しく遊ばせていただいてます、うん、はい、私はキャラクターの中でも特にラスウェルが好きなのですが、うん、この間公開された3面図、うんうん、かっこ見せてくださりありがとうございました、一流な方だ、はい、を見ていてラスウェルのポケットがレインやフィーナの数倍多いと言って気になりました、普段アイテムなど荷物はラスウェルが持っていて隠してるんでしょうか、してそうしてそう、だろうな、お財布とかラスウェル管理絶対管理してるよ、お金欲しいとか言ったらダメみたいな、ね、おやつは500円までとか言ってそうだよね、あのそういう想像していただけるのは本当に僕ら嬉しくて、うん、はい、どん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 妄想膨らませていただきたいんですけど、だって絶対だってさ、ここにいっぱい入ってるよ絶対、でもね、多分ね、たくさんポケットがあるって書いていただいてるんですけど、はいはい、そんなにですねポケットはないんです実は、そうなんです、そうなんですか、はい、でもこの辺ここにも入ってるね、足そりもできるやつとかここにあったりとかそれもそうかもしれないですね、いやでもそこは違うんですよね、そこのポケットではないんですよ実は、装飾だったりするので、なるほど、腰にちゃんとこうカバンつけてるじゃないですか、なんぐらいっちゃぐらいなんですよね、ちょっとそう無限空間になってるってことですかね、そう、はい、なのでわかんないですもしかしたらこの内ポケットがありそうな状態から自分でこうチクチク縫って、はい、絶対ちゃんとしても分けてみたいな、はい、あの1万円札入れる方でこっちが約束みたいな、レインとかは絶対全部一緒になってる、ね、全部じゃあ小銭と札が一緒になってる、まあ、確かにこのパーティーだと絶対出してるでしょうね、いろいろと管理してるはい、はいはい、というわけで本日4つ目の質問です、ペンネームミカタンさん、ミカタンさん、クエスト冒頭のキャラクター同士のやり取りなどの読み返しできる機能は今後追加されたりしませんか、うんうんうん、何度か間違えてスタップしてしまったりするので、なかなかあったら嬉しいです、あ、喋ってたみたいな、すっごいある、うん、
そうですよね、はい、もちろんこれ、結構ですね配信してから、時間も経ってきたので、うんうん、前のお話を、ね、振り返りたいって方も出てきているので、うんうん、振り返り機能は追加予定です。はい、でどういう形にするかは今ちょっと作ってる最初なので、まるっとどうしたらですね皆さんが見やすくなるかなっていうのは考えながらやってますので、でも必ず追加しますので。結構さスンって言ってる時あるよね。あのやり取りがなんか個人的にツボで、なんか誰か本当同人誌でいいから4コマとかにしてくれないかな。同人誌でいいから、誰かピクシブとかでもいいから誰か絵にしてくれないかな。確かに、まあでもそうですよね、その展開も考えたいですね。4コマとか、まあ、4コマとかめっちゃいいですよね。サブでの展開ですよね。なんかざわついてますけど大丈夫ですか？でも全然それになってね、もっとそのキャラクターへの愛とか、いやそれめっちゃいいよね。そのゲームに触れていただくきっかけになると思うんで、そういうのあると嬉しいですね。はい、うん、はい、今日は最後でございます。はい、俺将軍さん、俺将軍さん、はい、俺将軍、ああレオ将軍と反対なのか、ああそういうことか、俺将軍なのか、俺将軍とレオ将軍かけてるのかな、かもしれない、確かにそうかも、はい、面白い、はい、でですねピックアップのおかげでキャラが揃ってきましたが、今後特定パーティーで発生する強力な合体技の実装の実装をお願いしたいです。これ結構わかるかもしれないな。例えば特定キャラが複数体いるとリミット技とは別に連携技が発生するような仕組みなの、正直ステータス的に優位な星5キャラ中心でパーティーを組んでしまい、せっかく FF6 のキャラが揃っても使う機会がありません。確かに、なるほど、なんかがあるとちょっと気持ちが上がる気持ちはすごいわかる。このシリーズやってるとなんとなくわかる。シリーズ揃えた時のこの感動の、ただティナとレオが一緒にいるとなんかちょっとそこ好きですね。ロックとセリフが一緒にいるとゴニョルとかさ、戦闘にならないんじゃないかな。やたら優先的にかばうとか、セリフをかばうみたいな反応するみたいなね、勝手にね。いや確かにそういう、ね、広がりって面白いですね。合体技とかなんか特に面白いので、シリーズで揃えたり何かで揃えていくと、ボーナスが付け加わるとか、もっと大きな技が出るとか、っていうのはもちろん検討中ですので、これはなんかうまい形で良い形で皆さんにお届けできるように考えますので、ぜひ。これなんか明記されてないと面白いですよね。確かに、なんか勝手にみたいな、あマジでみたいな、マジでこういうことみたいな。そうそうそう、最初に攻略していくまたね、そう楽しみがね、増えますね、うん、あそういうのもね楽しみですね。面白そうですね、ご意見としてね、はい、はいはい、考えていきますんで、ぜひよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。じゃあ恒例のお二人からの質問コーナーはありますか？はいはい、はい、ブンブン、最近、はい、私本当物理パーだったんですけど、はい、魔法パーにちょっと変えて、はいはいはい、出てましたもんね、エレメントチェーンの凄さにちょっと気づいたんですよ。武器とか属性つけて、なんかサンゴとかサンダゴと合わせるとエレメントチェーンが出たりとか、はいはい、めっちゃ強いなみたいな、なんかウィークネスと掛け合わせてエレメントチェーン掛け合わせて、で物理だったらチェーンも合わさってみたいな、ね、でウィークネスつけたらウィークネスもあれ最強のこう重複重複重複みたいな、なんかかぶさって最強のコンボとかあるんですか？我々が開発の中で、もちろんそのこのパーティーでこのキャラクターでこれぐらい育てて、これこういうことやってみたらこれぐらい出るであろうっていう理論値はあるんですけど、そうですね、実際にどうなるかっていうのは、全て確認できてるわけじゃないので、そのあたりはもう本当にユーザーさんのプレイが我々の想像をはるかに超えてくる場合も多いんですね。これ多分どのゲームにも存在して、まあ、そうですよね。そこってそう僕らが、そう思い描いてない以上のことをしてくださる方たちもいるので、ちょっとそれはそれで見てみたい感じはあります。ああなるほど。どこぐらいまで行くんだっていう。見つけやりたいですよね。これが最強じゃないかコンボ。ああ。とかやれば。もうバフをかけて。ビーストキラーとかそういうのもいい、キラーとかキラー入れて、キラー持ちで、で属性のダメージ入って、エレメントチェーン入れてみたいなのを、もう買いやってみた時に探して、
だってさ、ね、あれだもんね、さ、サンゴの剣とか持たせたらさ、フリオニールさんがさ、全切りとかしたら、それもさ、イベントチンかかる。そうなんですね。それがすごいよね。なんか、あの、片手持ってるだけで、二刀流にすると、二つとも属性乗って、すごいだって、あの、二種類の属性乗るんですよね。あ、なるほど、ね。右でサンゴ、左で、あのベイタラケみたいな感じ、アイスブランドみたいなね、みたいな持つと、サンダーでも入れてるし、気持ち悪いやつですね、本当に。そうそう、だから、本当にすごくて。シュッシュッシュッみたいな、ね、あ、二足乗ってんやみたいなとかあって、なるほど、ね、わけわかんなくなっちゃった、いろんな要素があってあのプレスされてる時に多分気がつくのはチェーンとスパークチェーンとエレメンタルチェーン、スパークチェーン、エレメンタルチェーンと、ね、これはうまく狙っていっていただければかなりの効果、特にスパークチェーンとエレメンタルチェーンはかなりの効果が出るので、なるほど、ぜひよりもエレメントチェーンの方が上な感覚あるんですか。チェーンはそうですね、チェーンとその上位がスパークチェーンとエレメンタルチェーンですね。ああ、あれなんか途切れると123123456みたいになるじゃないですか。あれもなんかダメージ違ったりするか、あれは繋がってた方が絶対いいです。ああ、なので、それで123123456よりも123456789の方がまあダメージが出やすい、出やすいっていう、そこをどうか。なるほど、レオみたいに1回しか切らないキャラクターもいれば、あ、確かに確かに、メリウスみたいにメリウスさんすごいもんね、すごいたまるすごいあれゲージね、そうそうそう、そうそうそう、なのでそこをちょっとどうかん、ここも考えてください。そっか、じゃあ結構その多段で、その一発がちっちゃいけど多段できるキャラとかが今後輝くかもしれないですね。それからでまとめたらさ、最終的にすげえダメしてるとかね、味噌汁、味噌汁の出番だ。絆召喚とかでも、絆召喚のキャラでもすごいいっぱい攻撃入るじゃないですか。あれ5体入れてエレチしたらすごいことになるってことですね。やばやば、気も上がってきた。やば、テンション上がりますね。チェーン何発できるか競争、あの、そういうのをその発見してみてもらいたいです。確かに、僕らのきっと想像を超えてくる可能性もあるので、どうなるか楽しみです。確かに、はい。ということで、今回の質問コーナーの質問は、詳細欄、コメント、動画のコメント欄にある、URL からいただいた質問で、はい、質問コーナーでございました。うん、ぜひぜひね、今後もね、こういうコーナー、ヒロピが、はい、ヒロピの時間がある時にね、はい、お越しいただいてね、なるべく回答できるようにしますので、はい、ヒロピに聞きまくるコーナーね、やっていきたいと思いますので、はい、あの、ご意見、ご感想あれば、ぜひぜひ、投稿いただければと。思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。なんとなんと、私たちのミニキャラがちょいちょい登場しております。はい、お気づきでしょうか。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、はい、今後もね、ちょいちょい参加してもらうと思いますので、ミニキャラちゃんにね、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、そして公式ツイッターもございます、下の概要欄にございますので、ぜひぜひフォローお願いいたします。はい、あとチャンネル登録、下の赤いボタンクリック&タップでいただけますと動画の更新通知が届きますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。